はい、皆さん、おはようございます。今日もとうとうやってまいりました、モーニングルーティーン。果たしてこれがモーニングルーティーンなのかというね。今日は11時59分、12時ですよ。この神戸がようやく12時に起きることができました。1月16日なんだけど、先週がね、10時は逆転しちゃって朝に起きれなかったわけ。ようやくこの日を持って撮ることができました。お待たせいたしました、ペコリー。この動画は多分今週中に上がると思うんですけど、前回ね、セブンイレブンスイーツをやったわけ。あれ本当は2本撮ってて、1本ね、データ消しちゃったのよ。もうちょっとね、亀ちゃんに申し訳ない、ほんとごめんなさいペコリーみたいな。それで2本目から上げることになったんだけど、俺が何を一番言いたいかって言ったら、2本ともねめちゃくちゃ食ったっけ。割と1日にバカ食うものじゃないや。ご覧の通りニキビができております。もうニキビができるのがちょっと悔しくて悔しくて。でもさ、配信でも言ったけど、モッパン系の動画伸びるかな伸びないかなとも思ってたんだけど、意外とね、自分の今の登録者数に比べたら再生されたわけ。やっぱ伸びるかと。あれがね、まだね300、400、500止まりだったらよかったんだけど、これが根拠として凸版系は再生されないという根拠が欲しくて上げてみたんだけど、やっぱ行っちゃったんだよね。まあでも行っちゃったら撮るしかないなということで、これからもやっていきます。はい、まあニキビと戦いながらニキビができないように頑張りたいと思います。今回は前々回の動画かな、朝ごはん募集しますよみたいな言ったと思うんですけど、その朝ごはん決めました。フレンチトースト、人生初ですよ。まあ正直ね、めんどくさいっていう気持ちが一番強いんだけど、募集した手前やっぱりやらなきゃいけないかなと思ってやっていきたいと思います。サブチャンの方ではさ、正月の動画を上げさせていただいて、メインチャンネルの動画でも前回最後の最後にエンディングロールで正月の動画を上げましたけども、見てください、このジェラピケ。これも一応ジェラートピケの正月モデルみたいないうやつがあったんですよ。なんで購入してみました。ちょっとはだけてるけどね、ここで結ぶタイプのやつで、本当は中に着るんだけど、すいません、めんどくさくてそのまま着ちゃった。それでも似合ってるならいいけど、すげえはだけてるんで、あんまり直視しないようにお願いします。フレンチトーストを作っていきたいんですけど、その前に神セカチャンネルおなじみ朝のコーヒーを作っていきたいと思います。コーヒーを飲んで目をバッキバキにさせてフレンチトーストを作っていきたいと思います。もうこれね、二つ目なんです。これを2杯入れます。お湯を沸かします。やっぱこのティファールはいいよ。めっちゃ早。安定のうまさ。ちょっとフレンチトースト行く前に聞いてほしいことがあるんだけど、サブちゃんの方でさ、後ろの壁にね、紅白貼り付けて、赤色の塗料がつきやすい素材でさ、壁についてさ、なんか俺イラってきて、撮影が終わった瞬間速攻捨てるというね、その紅白の垂れ幕を。見えるかな、ここら辺とかにめっちゃついてたんだけど、赤くバーって目立つぐらい、化粧落としでやっても取れなかったのね。最悪と思って上からね、白のマーカーを塗ったというね。そしたら分からんくなってさ、いい感じに消えたくない。もうこうね、赤い塗料がついちゃってさ、こういうところにもついちゃってさ、でも全然分かんないでしょ。マジでよかった。今年の正月はさ、災害が起きたりとかいろいろ起きちゃったじゃない。令和6年の正月はどうなってるんだみたいないうのがね、 SNS で話題になってたんだけど、それに比べたら相当ちっぽけなんだけど、俺もね、正月初っ端ね、寝てたわけ。朝っぱらからさ、宅配便が届いたんよ。インターホンって時間がある程度過ぎるとインターホン切れるじゃん。切れたらこっちから折り返しできないじゃん。その時に俺水を頼んでたの。1階から持って上がるのも大変だし、宅配ボックスに入れられた時には、だから何が何でも出たいと思って、ベッドからさ、まだ頭全然起きてない中、バッて起きてさ、走ってインターホンまで行ったわけ。したらさ、ガラスの机に小指をぶち当てて、めっちゃ痛かったっちゃ。最初ソファーにうずくまりたかったけど、でも出ないと出ないとっていう脳になってて、痛みを我慢しながらとりあえずインターホンを押して届けてもらって部屋まで。その後にソファーにめっちゃうずくまってさ、足の小指がクソ痛くて、今まで人生で骨を骨折したこととかっていうのはないわけ。でも今回痛さが引かんかったんや。でも眠たかったから、寝て起きたら痛みもうないやろと思って再度寝て、でも目が覚めるの痛さで、これもしかしたら骨折と思って、
て足の小指見たらさ、ちょっと紫色になってんのよ。若干腫れてんのよ。今年マジかみたいになったわけ。垂れ幕も壁にめちゃくちゃ赤くつくやんか。それもあってさ、うーわーってなりながら、でも病院に行く時間っていうのを俺省きたかったの、正直。みんなは行け行けって言うよ。正月だし、まあ空いてないっていうのもあるし、湿布を小指に巻いて生活してたら治った治ってくれてほんとほっとした。おそらく骨折ではなく打撲だったと思う。マジでね、年始早々良くないことが俺の中で起きてみたいになったよね。まあいいや、それはさておきまして、フレンチトーストを作っていきましょう。モーニングルーティーンなんで、フレンチトーストを作ったことないからサイト通りでやっていこうかなって。買ってきた食材を見せます。海辺の冷蔵庫、エミマンがいっぱいになりました。相変わらずの冷蔵庫だよね。これはね、別で取るんだけど、まず食パン、今回ね3枚切りのちょうどいいじゃんと思うのを見つけた。スーパーだと2個がある。まあコンビニでも今あるか。フレンチトーストだから砂糖がいるっていうことなんで、この体に優しいお砂糖と普通のやつを見つけたのね。普通のお砂糖と同じく使えますって書いてあったから、あ、いいじゃんと思って、俺料理しないからこれを買ってみました。牛乳が必要。相変わらずの冷蔵庫ですね。これでフレンチトーストを作っていきたいと思います。めんどくさいんだよな料理しないのに。トレーは一丁前に、お手手を洗おう。パンを半分に切る。うまくやったくない。卵液の材料を入れ、泡立て器で混ぜます。泡立て器とかないよ。卵1個でいけるよね。2個使おう。どうせ使わんしたもん。片手で、うぃー、なんか俺テクったくないこれ。やべえ、テクっちゃったよ。料理動画のチャンネルじゃないんだけどね。あくまでもモーニングルーティーンの動画なんだけどね。砂糖、蜂蜜は後でかけるんだ。これを下セット、こうやって料理好きじゃない人からするとめっちゃめんどい。目玉焼きが一番楽。でもたまには新鮮感はある。新鮮感があるからまだ作れてる。え、10分ほど漬け込むの？え、うっそ。あら、ほんと。目玉焼きに比べたら落ち着いて料理ができそうだね。目玉焼きめっちゃ忙しいんだもん、だってあれ。てか皆さん、正月はどんな正月過ごしましたか？カレンデはね、アニメを見たりとかして正月を過ごしたんですけど、なんかこれといったおせちを食ったりとか、まあそういうのはあんまなくて、カレンデは配信でみんなと一緒に年越しそばを食べたんだけど、これね、おせち食べるならね、黒豆超好きでさ、黒豆は食べたかったなと。子供の時から黒豆好きでさ、母親とかがおせちを作ってくれるよね。やっぱでも黒豆ってさ、割と隅っこの方というか、そんなにさ多くは作られないじゃん。俺黒豆しか食べなかったのよ。だから黒豆だけ食ってたらさ、みんなの食う分がなくてさ、めっちゃ怒られるわけ。しまいにはさ、たくさん食べてもいいようにっていうことでベッドであったもんね、黒豆が。いつの間にか。そのぐらい黒豆が好きなのよ。だから今年食いたかったなとは思うけど、まだ食ってないですね。新年早々、神戸はいろいろ起きたけど、きっといい年にはなるでしょ。人間誰しも生きていればさ、不幸と思うものいっぱいあると思うけど、それがあるってことはあった分いいことが起きるんじゃないかなとも思うよね。一概にも不幸って俺の中ではね、良くないものだけど、ないことに越したことはないしね、事柄によっては良くないことなんだけど、でもその不幸が教えてくれるものって何かって言ったらさ、すげえかっこいい言葉を言うと、小さな幸せを見つけれるような気がしない？不幸を経験するからこそ、今までどうでもよく見えてたものが目に入ってくるようになるというか、どうでもよかったものが幸せに感じるようになったりとかするから、そういう面では俺はなんか小指を骨折しかけたとは言ってもさ、まあそこに幸せを見出せるものがあるかって言ったらちょっと微妙だけども、誰しもやっぱ全部が全部ね、幸せが続くわけがないと俺は思うし、ね、この中にやっぱ不幸っていうのは起こり得るものだと思うから、それをいかにポジティブにどう捉えていくかというか、それ次第だと思うからさ。でもなぜか血迷ったか分かりませんけど、孤独の楽しみ方という本を読み始めてしまった俺は活字を読めないわけ、小説のね。オーディオブックっていう、聞いて音で楽しむ本みたいな、まあ朗読をしてくれるアプリがあるんだけど、それで孤独の楽しみ方っていうのを、ね、聞いてるんだけど、孤独の楽しみ方って結構考え方によっ
じゃあ孤独っていいよねって思えた。一番心に染みた言葉として、集団で行動していれば個々の魅力っていうものが 100% 引き出せなかったりする。自分を見つめ直す時間の暇がないと。いつも自分を見つめ直すときは一人になって見つめ直すと。だから一人になる時間はとても大切で、自分の自己成長を考えると孤独の時間っていうのはものすごく必要なことだよと。はあ、なるほどと、まあ、確かに言われてみればそうだねと思ってポジティブに捉えた次第です。よし、10分経ったねということで焼いていきたいと思います。てか牛乳いらなくね。卵に牛乳含ませるべきだったのがいいや。なくていい。中火で熱したフライパンにバターなんてないぞ。油でいいのか。料理ができないからこそこの応用力。あ、いい匂い。卵の匂いだ。あ、焼き色ついた。裏返そう。きた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 。チチチチチチチ。はい。天気がいいね。いいでしょ。焼きすぎてもあれやし。よし。ということでできました。じゃ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 ん、できました。よし、いただきます。うまいかな。うん、うまい。めっちゃうまい。ちなみにグッズを販売しております。ステッカーのグッズとアクリルキーホルダー、アクリルスタンド。2月3月には直接の神戸と1対1でお話ができるズームを開催しますので、応募していってください。次ね、グッズ考えてるのがあって、イラストグッズを考えてて、カメちゃんって顔出ししないじゃん。だからカメちゃんとカミベのコラボグッズで、カメちゃんは普通のカメの姿、カミベはイラストの絵のような、それを描いてもらってグッズ化したいよねって考えてるわけなんです。他にもやりたいことといったら、シーズンを大切にしていきたい年でもあるから、限定写真っていうのもデジタルコンテンツで販売したりとか、やりたいことは割と山積みというね、まあ、そんな感じでやっていけたらいいなと思うので、お楽しみに。結構ボリューミーだね、卵が入るだけで。あと半切れ。いや、実はね、松の家のカツ丼食っちゃったんだよね、夜中に。カツ丼っていうか、カツか浜カツのような、高価にしかないか浜カツ。本カツ定食みたいな。胃を上から下に。うちサランナップないからさ。うん。こういうのは時間と勝負。満腹中枢神経を刺激する前に食わない。だからさ、増殖なのによくモッパン系の動画やったよね。残してもね、もらってくれる先があったからさ、だからやれたっていうの。うん、頑張った俺。ちょっとなんかお腹出たような気がする。まだ神セカとしてね、叶えれてない課題っていうのがあって、定期的に動画を出すという、まあそこに尽きるんだけど、前回のモッパン系の動画を出す前に2週間空いちゃった。まあそれはなんでかっつったらさ、最初サブちゃんを編集してくれる人が見つからなくて、自分でしようということでサブちゃんの動画やりだしたのはいいけど、一応そのサブちゃんもね、別にそのサブちゃんっていう文字がついてるから適当でいいやっていうわけでもなくて、まあ、同時進行で2つ狙おうよという感じで神ビューの中で考えてるわけだから、サブちゃんの動画だからといって手を抜くっていうイメージがなくって、神ビューの悪い癖でめっちゃ凝っちゃって、そしたら2週間空いたと。最低でも1週間に1回神セカのメインチャンネルを動かしていきたい。ベストは4日に1本。マジ4日に1本とかいけたら最高じゃない？最高っていう思うのは俺だけかもしれんけど、最高なんだよ俺からしたら。いや、まあその分ね、バカみたいに寝巻きが増えていくんだけど、でも令和6年に入っていいスタートは切れたかなと思う。まだ令和6年に入って全然チャンネルとしてスタートできない可能性も大きくあったから、まあそれは良かったなと。もうスタートしたんで、あとは駆け抜けるだけ。一番ね、何が難しいかっつったら、あの中でもよく言われてるとは思うけど、スタートを切ることよりも継続することが一番難しいと言われてるから、この継続っていうところを課題として頑張らなきゃいけないところだなっていうね。で、最近さ、ゲームのアニメを見たのよ。何のアニメか忘れちゃったんだけど、銃で撃ち合うゲームを題材としてて、主人公男の子が子供の時からゲームをやってたんだけど、ある日突然やめるきっかけが起きちゃった。その男の子は小学生から高校生ぐらいまでやめてた。だけど、ゲームカフェのようなところでアルバイトしてて、ゲームカフェを運営している人がいるんだけど、主人公の男の子の友達、女の子がいて、そのお父さんが運営している人が、そのお父さんが借金して運営をしてて、でもその借金を返すためにゲームチームを作ってた。プロゲーマーみたいなようなもんで、大会に出場して賞金を得て、それで借金を返そうとしてたんだけど、チームが解散することになっちゃって、
父さんどうしよう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 みたいになって、目の前にいる主人公あと女の子、まあ要は素人人たちにお願いをするわけ。再度ゲームをやってくれんかと、借金を返すためには賞金が必要なんだと。その主人公の男の子はゲームすることになるんだけどね、そのゲームでこう活躍をしていくんだけど、そのアニメを見てるとものすごくゲームがしたくなって、まあまだしてないんだけど怖くて、ゲームしだしたら止まんなくなりそうとか仕事に集中できなくなりそうとかのが怖くてまだ手出してないんだけど、そういうアニメに感化されちゃってちょっとネットで検索したいよね。俺車とか好きだからレースのゲームって今どんな感じなんだろうと思って調べたらさ、すっげえ超リアルなわけ。それがちょっと今気になってしょうがなくて、でもやりだしたら止まんないっていうその葛藤よね。やってる場合じゃないんだよゲーム今、マジでやってる場合じゃないんだけど、そのゲーム欲っていうのが少し湧いちゃってます心境の変化がありましたね。ゲームするならなんかサブチャンとかでね、配信しながらゲームするとか、俺やってみたいことの一つでもあったりするのよ。だからこんなにも悩んでるんだよねもうどうしようって感じ。まあそんな感じなんです、最近は。いということで、これにて神セカを終わりにしたいと思います。このね、ジェラペケだるまさん、めっちゃ可愛いよね。今回はこのジェラペケを着ました。ズボンはこれですね。裾には文字が入ってます。おそらく、ユニセックスかな、これどっちかというと、で下に本当はインナーを着ます、はい、この写真を撮った画像はプロフィール欄に、ファイルナウで URL から、見ることができるのでぜひ見てください。そして高評価、いいね、コメントよろしくお願いします。また次の動画も見てね。じゃあね、バイバイ。はい、ということで今回はまだ次回の予告動画を撮ってません。ということはモーニングルーティンの何も撮ってません。何も素材がありません。とても危機的な状況でございます。ですが今回新たな試みで、このアフレコというか今このラジオ的なもので次回予告をさせていただきたいと思います。で次回は今までジェラート系をやってきたんですけども、別のブランドでモーニングルーティンをしたいと思います。まあジェラート系よりも再生される可能性があるかと言われたらちょっと微妙なところではありますけども、まあ他のブランドもあった方が新鮮かも湧いて楽しいのかなと思うので、ぜひ次の動画も見てください。でここに表示されている写真も概要欄に載っけてますので、そちらも見てください。じゃあまたね、バイバイ。